皆さん、こんにちは、こんばんは。レイコドリーミーです。はい、今日はですね、ワンちゃんのキーホルダーを作りたいと思います。で、ちょっと、これに挑戦してみようかなと思います。で、何をするかと言いますと、ですね。いや、できるかどうか、正直、ちょっとやってみたいので不安なんですけど、すごく、はい、それではまず、今日はね、ちょっとアングル企画にしましょう。今日はワンちゃんのキーホルダーを作ったと思います。これはね、結構もう年季が入ったワンちゃんのモールドになります。これね、どこで買ったかちょっと忘れちゃった。ごめんなさい。楽天で検索ではまだあるかもしれないです。はい、アングル変えます。はい。で、今日は、使うものは、こちらのモールドですね。それと、マサルの涙ですね。レジン液。それと、ブラウン。宝石の雫のブラウン。それと、レームの森の、ブラウンのホログラムです。それに、いや、これちょっとね、合わないかなって気がしなくもないんですけど、このね、月光マーズ。これをね、ワンちゃんの首輪を作りたいなと思っていて、こちらの、ネイル用の筆を用意しました。ちょっと、できるかどうかわかんないんですけど、やってみたいと思います。で、一応パレット、ネイル用のパレットなんですけど、これ。こちらにちょっと乗っけてから、やろうと思います。はい。そして、こちらが、イエールの森を混ぜた、ブラウンの着色剤です。はい。で、決まりましたね。ちょっとお待ちくださいね。これはこれでよ。筆を洗うのに、ディスペンサーってのが必要で、この筆を洗う用の、液がないとダメなんですね。はい。これは、ネイルでも使ってるんですけど、ディスペンサーっていう言い方なんで、こういう筆洗いカップのことを言います。で、筆を洗う液体が、っていうのがあるので、それを使って、やりたいと思います。で、まずね、これは置いといて、差し置いといて、まず、これを入れていきたいと思います。はい。これね、ちょっと、ラメが強いかなって気がしなくもないんですけど、ちょっとやってみたくてですね。ちょっとね、やってみたくて、したんですけど、これ足りるかな？これ足りるかな？とこちらにより。あ、ちょっと待って、髪の毛が。一応ね、こういう感じで。はい。こんな感じで。もう少し流していきます。あ、分けてやった方がいいかな。分けてやろう。一回これで、硬化します。その方がいいな。はい。で、硬化している間に、こちらに、このレジン、うん。レジンっていうか、まあ、ジェルネイル用のパレットなんですけど、これは、
なんか、石かなんかでできて、大理石かなんかでできてるのかな。ちょっとよくわかんないんですけど。はい、これに、まず、このね、これを、首輪代わりに、綺麗だから脱ぎたい、と思っていて、これをね、かかっ、なんかね、きっとね、この筆でやろうとすると、きっと無理だと思うんだよね。だから、こういう風にね、少しずつ取ってやった方が多分いいと思います。まだね。どうですかね。だいぶ、だいぶ、うん。はい、ちょっと固まったので、それではまた入れていきます。いや、本当はね、まあ、レイグの森入れなくてもよかったかなと思うんだけど、なんかこう、ゴージャスにしたいので。ゴージャス感を出したいので。あ、外れちゃった。こぼれた、こぼれた。ちょっと待って。ティッシュ、ティッシュ。ちょっとティッシュ。ティッシュー。ここがこぼれちゃうとね。はい、このまま硬化していきまーす。はい。汚しちゃったよー。あ、やばい。これね、ラメがついてるからね。今日はね、ちょっと、母の補聴器のお客さんが来るのでね、こんな動画撮りしてるって言うとね、一人で何食べてんだろうって言われちゃいそうで、母ですらそう思ったので、ちょっとお客さんが来たら、作ることができないので、今のうちにさっさと作ります。今のうちにさっさと。じゃないと、ちょっとね、あ、汚れた。やばい。やばい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。わあ、これは取れなくなっちゃったかな。これはテープかな。テープで通るしかないかな。ちょっと待ってください。ちょっと待ちくださいね。ちょっとね、きれいに取れるなんて嬉しい。あ、きれいに取れるんだ。あ、嬉しい。あ、これは嬉しい。あ、でも取れないものもある。いや、それは、あ、でもよかった、取れた。いや、それは全然関係ないんですけど。これを30秒ぐらいかな。はい、そしたらですね。
これを、ちょっとまだビヨビヨ。ちょっとね、まだね、ビヨビヨです。まだ硬化しないとダメですね。はい、その間に、これをね、これを、筆で取って、こうやって書いた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。あ、ちょっとね、足りなかったかもしれない。ちょっと待って。あ、どうしようかな。あのね、ちょっとね、足りなかった。レジンが。どうしようかな。ちょっと待ってくださいね。忙しいな、なんか。ちょっとね、もう足りないかったから、ちょっとレジン液で足します。この部分は。ちょっとね、あんまよく、ちょっとね、もうないので、こうやって。で、ちょっと全体的に閉じて、まあ、こうやって、ちょっと、足りなかった部分を、補修しつつ、ちょっとね、ここがないんだよね。ここが少ない。で、お尻の部分とか、あと、まあ、なんだ。尻尾はいいんだけど、足の部分が、ぷっくり感が、ないよね。で、もう一回硬化します。で、キス2枚取ってた。で、この間に、こっちとこっち。よいしょ。よいしょ。みんなさ、レジンって言うとさ、初めての方はね、初心者でもできますかっていう方も、いらっしゃるようですけど、できます。あとは、慣れだと思います。何回も何回もやっていくうちに、できるようになります。私は、一番最初、まだ、100均にレジン液が、売ってない、まだ何にも売ってなかった、時に、自分で、独学で、YouTube を見ながら、皆さんの材料を見て、揃えてやってきました。だから、皆さんの YouTube を見たときに、この材料は何使ってますか？これはどこの使ってますか？よくコメント欄に、書かせていただいて、それを参考にして、皆さんの
買ってるものわかんないからね、最初はね。だから同じものを買って作ってみるんだけど、最初はなかなかうまくいかない。いや、そういうもんで、同じ種類のものを買ったからってすぐにできるかって言ったら、あと慣れが必要なんです。で、あと、なんていうのかな。まあ、私は、まあ、レジンを、まあ、販売したいと思っていたので、販売したいと思っていたので、まあ、通信教育っていう、レジン調講座っていうのが、普通のところではないんですね。確かゆーちゃんもなかったかな。最初ゆーちゃんみたいゆーちゃんなくって、日本、忘れちゃった。通信教育ってあるんですけど、一般語って言い方、民間、なんて言うんだろうな、民間でやっているような、そこが、卒業すると、まあ、講師になれるらし、なれるんですね。で、私はそこを受けて、2箇所出て、まあ、おかげさまで受かって、はい、そしたら、固まったので、これを外していきます。で、ちょっと熱く、大丈夫だね。熱くないね。あ、でもくっついてるの、やっぱな。やっぱくっついてる。で、こちらを使っていきます。くっついてるなと思ったら、エタノールやアルコールなどで、スッスッとやって、吸うとすぐに取れます。ほい。こんな感じです。結構ね、すぐに取れます。なので、もし取れないなとか、取れにくいなって思ったときは、無理やり取らずに、無理やり取っちゃうと、モールドの方がダメージ食らってしまうので、なるべく無理やり、私も昔はよく無理やり取っちゃったんだけど、無理やり取っとると、モールドに、ダメージが起きるらしいので、長く使うためにも、使い終わった後は、そう、きれいに拭いて、あとこういう、まあ、取れなかったら、こういう養生テープや、マスキングテープなどで、ピタピタ剥がして、汚れを取ります。はい、できました。で、でですね。で、ちょっと待ってくださいね。一応、ちょっと今回も、前編後編にしようかな。ちょっとね、多分、収まらないんだよね。だから、ちょっと、前編と後編に、させていただきましょうかね。じゃあ、ちょっと待って、これやる前に、もうこれ書いちゃいましょう。筆もあるし、出しちゃったので。で、これを、どういうふうに、これを、取って、いやもう太いんだけどさ、細くしたいんだけど、細くつけたいんだけど、細くつけられないんだよね。ちょっと太くなったなと思ったら、こういう綿棒で、取ります。
はい。で、いいか、ここやりましょうか。一回こう貸して、そしたら、今度は裏。いや、ほんとはね、これじゃなくてもいいんだけど、まあ、まあ、ちょうど出てたんで、これを使ってみようかなと。思って出てないんですよね。結構固まりが早い。で、どうしようかな。こっちもやろうかな。ちょっと待ってね。だいたい同じ位置に立てることが重要。これで硬化します。わわわわ。で、でもちょっと太くした、太くっていうか、もうちょっとこう、立体感にしたいなと思ったら、もうちょっとね、こういう感じで。で、交換します。で、結構これはね、細い筆なので、これは高谷姉さんで、あ、そう、ごめんなさい。ご紹介してなかったな。紹介してたかな。これは、高谷姉の黒筆っていうもので、で、これは、まあ、私は、プチプラで買ったんですけど、高谷姉さんでも売られていると思います。ディスペンサー。それと、中の液体は、私は、プチプラのクレンザープラスっていうのがあってます。はい、そしたら、今度は、ここを立体にします。いや、かわいい。かわいいですね。結構ね、ワンちゃんはね、意外と、人気なんですよね。はい。で、またこっちを、もうちょっと、立体感があるように。かわいいですね。
つまりね、ちょっと。ここが出すぎたかも。うん。いや、ほんとかわいいね。ワンちゃんは大好きなんですよね。ほんと、こういうので、モールでハムスターあったら、ハムスターのモールが欲しい。ハムスターのモールが欲しい。ハムスターってないのかな？ハリネズミとかって見たことある？まあ、ミールキャラでハリネズミとか見たことあるけど。ハムスターのモードが欲しいな。どうかな？あ、いいですね。こんな感じで、首輪ができました。これは立体感があった方が、絶対、見やすい。おっとっと。あ、ちょっと上すぎたかな？もうちょっと下に来ればよかったかな？いや、かわいい。って思ってんのは私たちかもしれないけど。私たちかもしれないけど。じゃあ、筆を洗います。で、筆はもう洗ってこのまま、ティッシュなどで。まあ、ティッシュはあんまり良くないみたいですけど。はい。で、まあ、こうやってね、手先をちょっと整えて、あげて、で、蓋をつけます。蓋。はい。とりあえず、ここまでにしましょうかね。はい。30分ぐらい経ったかな。あとは、なんだろうな。あとは、キーホルダーなんですけど、なんか、ワンちゃんに取り付けたいなと思っているので、なんかパーツを付けようかな。タッセルもいいんですけど、なんかタッセルじゃ、寂しいかな。はい。今日の動画はね、ここまでにします。よかったよーと思ってくれた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。まあね、私は意外と、皆さんの、動画よりも、わかりやすく、初心者でも、慣れる、まず投げることが大事だと思うので、たくさん作って、すごく覚えていくと思います。で、まあ、そうですね、私もね、最初は、レジンのキット、一万ライトとセットで、キットも買ったんですよね。で、そこから、こう、いろんなものに手を、出すっていう言い方が悪いけど、例えば、いいものを買ったりとか、それだけ、まあ、ちょっと、まあ、最初のうちは、例えば、着色剤は、ダイソーのパステルから始まって、宝石のリュックが、ちょっと、レジンをやめるからって言って、私に、全部セット
材料も全部知ってくれたんですね。なので、お金助かって、宝石の仕組も使っていて、まだそのまま使わせていただいてるんですけど、あとは、まあ、福袋とかで集まった着色剤もありますし、あとはビトライとかでも何種類かは買ってますけど、でもそんなに全部一気にね、あれもこれも買うっていうんじゃなくて、最初はまあ、自分の金銭的の考えて、大丈夫そうだったら、あれ、なんでこれこんなになっちゃったの？え？なんで？まあ、いいや。手が出やすいものから出す方がいいと思います。てか何言ってんだかわかんないんですけど。ただ、まあ、最初はね、ただ、ダイソーのパスで売って、透明感がないので、最初はそれでやっていけばいいと思います。はい、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画まで。またねー。